さて皆さんは離岸流という言葉をご存知でしょうか、はい、えこちらご覧ください、えー、離岸流はですね沖合から岸に 打ち寄せた海水がまた沖合に戻ろうとするときに起きる強い流れのことでこの離岸流に流された場合毎秒2メートルオリンピック水泳の自由形金メダリストが泳ぐのと同じくらいの速さで沖合に流されてしまいます。はい、県内ではおととし唐津市の海岸で離岸流に流された子どもを助けに行った父親が死亡する事故が起きていてこの離岸流について 今日唐津市の海水浴場で調査が行われましたこの調査は海水浴シーズンを前に海の事故を未然に防ごうと唐津市の浜崎海岸で唐津海上保安部などが行ったものです離岸流はシーマーカーと呼ばれる着色剤を海外からまいてその流れを上空から撮影して調べます職員たちはおよそ3 0 0ルにわたって着色剤をまき 離岸流の有無や流れの速さなどを調べました。今回は弱い離岸流を確認したということで。調査結果をまとめ、7月に唐津海上保安部のホームページで公開するということです。離岸流に持って沖に流された場合ですね。岸に向かって泳ぐのではなく、岸と平行に。泳いで、まず離岸流から、逃れる。またはですね、あの、そのまま浮いて、助けに来るのを落ち着いて待つ。 調査には地元の児童およそ100人も参加し職員から離岸流の説明を受け流された場合の対応を学んでいました。